だろうな、もう思いたけど。うん？思いたけど。なんだろう。なんだなんだ。なんだ。みんな。みんなのか？どうだろう。うわ。なんか上等そうな箱に入ってるよ。コトブキカルビ田城さん。カルビだって。ハチカルビ。うわ、 うわ、今回は肉だ肉だ。これは人間のお肉です。残念残念残念みんな今回は人間の人間のお肉を提供いただきました。コトブキカルビ田城さん、うん、カルビ牛カルビ専門店で、こっちがタレ付き、タレ漬け牛カルビ、一つがタレ漬け、もう一つが味噌漬け。うーん、でこれ一つで 250g のパックで、すごい。今これを2パック以上注文すると、うん、さらにこれがもう1パック お得。そして概要欄の方にクーポンコード入れとくんで、うん、そのクーポンコード入れて注文したら、うん、さらに300円引きだったかな。一応うちがこの提供いただいたこれが 250g のセットで5,400円。多ければ多いほどお得で、お得。これが2パックで注文したら、さらに 250g 追加で9,960円。うん、まだ食べてないからどんな味なのか、うん、美味しいんじゃない、うん、なんかこうやって見たら少なそうに見えるけど、だいたい焼肉って1人 200g っていうお肉屋さんが言ってたから、うん、まあ、ちょうどいいぐらいなんだと思うけど、うん、まあ、見た感じ少ない感じするけどね、うん、でももうそんなに食べられないからうちらはよし、じゃあこれを食べてみよう。あ、ちょうどできたご飯もできた。みんなは犬の犬用だね。あ、みんなも、うん、犬用のやつなんだ。ごくって言ってた誰か準備してるからごくって食べてみよう。外でね、今日天気いいから、うん、今日は天気いいからもう T シャツだしちょっと暑いかな、着替えるかな。肉だ肉だ。タレがついてるから何もつけんでいいってことか。あ、みんなの肉持ってきますか。うん、真下ではハチミさんが待ち構えてるよ。いい匂いしてます。いい天気で、うん、いいね。寒くないし、うん、よし、もういいかな。いいよ、うん、食べて食べて。
ただきます。こんな感じ。焼けてる。うん、美味しい。美味しい。タレもすごい。うん、さっぱりしてて、これはご飯進む。柔らかい。どっちかご飯が多い。どっちだ。微妙。そっちだわ。そっち。うん。すごい肉柔らかい。柔らかくて美味しい。うん、あちゃん待ってね。たまんないね。うん、うん、美味しい。集まってきた。2台に増やしました。足りなかったね。なのか聞いてた。味噌ダレの方、うん、味噌ダレっていうの初めてだね。うん、ご飯が進みそう。うん、なんでもそう。ちょうどいい量かもね。うん、二人で。でこれにおまけのワンパックついてからさ、うん、ね、3人ぐらい、全然同年代の人だよ、うん、若い子には物足りないかもしれない、うん、同年代だったら3人ぐらいで、うん、いけるか。野菜もあるしね、うん、早く食べたいなって。登れる。どっかの犬が吠えてるね。さつまいも。怯えてる。信用がないわ。
積極的。大丈夫と大丈夫だったから。指までガブ。よだれが。うわ、積極的。うわ、怖いドラモン。まだ放置時間が足りなかったかな。ガブリは。ガーッキだ、ガブリ。立ち食い。ブリの口ちっちゃい。ガブガブ、ガブっと。ガブが入った、ガブが。もちゃんいた。美味しいわ。いっぱい持ってた。トラ入る。ガブダメよ。横取りガブリンチョ。ってこうとしてる。弱いな、噛む力が。ガブッと削ってるだけだよ。俺ガブいったよ。何もっちゃん、もっちゃん、かっこいい。ちょっとでも多く、またガブ来た、こんなところから。この2人だからできる。本当だ。喧嘩にならんけど。持ってた。食べられる。美味しかった。こんな案件にこれでもするんだ。美味しかった。ごちそうさまでした。こんな人間の案件いただけるなんてありがたいね。美味しかったよ。美味しかった、うん、また今度注文しよう。そうだね、うん。